トミーの秘密の部屋。皆様こんばんは、トミーです。今日は3月9日、ギリギリ9日ですね、の深夜に撮っております。今日は久しぶりにライブの振り返りなんかをしようかなと思ってたんですけども、まあ3月9日ちょっと特別な日 でして、それで、まあ、急遽3月9日のうちにこれを録音しようと思って始めました。私がまあ応援してやまない少女時代ですね、韓国のグループですけれども、そのまあリーダーテヨンちゃんがですね、今日は誕生日で、1989年3月9日生まれで、まあ満今日で32歳ということですね。まあ、向こうは数えなので33という言い方をしますけれども、32歳ですよ。私がこの子たちを知ったのは2010年あたりですね、デビューは2007年です。まあこれはかなりセンセーショナルなデビューでですね、その時のまあライブの動画というんですかね、映像を見た人は CG かと思うようなものすごい完成度のダンスで、 SM エンターテインメントの、まあね、力の入り方がわかる感じだったんですけども、私はそれを2010年、日本デビューの時ですね、そのまあいろいろあって、まあ、それを言い出すともう長くなるんですけど、まあデビューはそれで、まあ、センセーショナルのデビューして、まあ、その後順風満帆とはいかずにですね、いろんな苦労をしながら2009年の G の大ヒットになるんですね。で G は当時のまあ、ミュージックバンクで KBS の音楽番組があるんですけれども、そのミュージックバンクで9週連続1位というその時の記録でしたね。その後まあ塗り替えられはするんですけれども、そのライバルだったワンダーガールズが持ってた8週連続というのを塗り替えて1位になって、で G はまあ韓国国民なら誰でもが知っている歌という感じですかね。全員歌えるぐらいの大ヒット曲となりました。その後同じ2009年かな、続けてジニーですね、ソーニーマルバーですね、願いを言ってみてという曲ですけれども、これも大ヒットしまして、その勢いのまま日本に上陸してきたという形になりまして、そのジニーの日本語のやつですね、PV っていうんですか、 MV っていうんですか、ビデオを見まして、ちょっとまあショックを受けたというのもあるんですけど、なんかいろんなことを思ってですね、気がついたら30回ぐらいはね続けて見てました。まあ5分もない動画ですから、その30回見たところでね、別にそんなにものすごい時間ではないんですけども、まあでも30回ぐらいは息もつかずに続けてみたんじゃないですかね、ぐらいこういろんなものを感じましたね。まずそのまああの手のアイドルのグループにしては人数が多いというのもありまして、まだいろんな顔っていうんですか、顔の傾向ですね、いろんな人がいまして、身長とかもね、普通はまあ身長合わせますよね、まあ、ミニモニとかね、そんな考え方もありますけど、逆にはナイミュージズみたいに高身長のメンバーだけを揃えてみたいなこともあるんですけども、結構バラバラで、その問題のテヨンちゃんなんかは低い方ですね、157ぐらいかな、もっと低い人もいました。でスヨンちゃんなんか172あるんですよね、全然こうバラバラで、それがまあダンスをね合わせるにあたって結構そういう意味では苦労することもあるのではないかと思うんですけど、まあそんないろんな人がいて、あ面白いなと。でその PV ではね、そのダンスがこう揃ってるとかいうところあんまりわからないんですよね。でまあ音楽番組の動画とか、あと後に
プラクティス動画ですね、あの練習場で私服で歌わんと踊るだけというね、そういう動画、あのミラーのもあります。あのそのダンスカバー用に鏡に映した形でやる、そういう動画も結構ありましたね。すいません、ちょっと鼻すすってます。あの決してね花粉症ではないんですけど、この季節やっぱりねなんかいろいろ飛んでる感じで、ちょっとあの湿っぽい感じになってます。まあなんやったら目もちょっとかゆかったりするんですけども、花粉症ではないんです。はい、話を進めますけれども、まあそれで、あのその後ずっといろいろ追っかけてみたりしてました。でその後間もなくアメリカ進出というのはザ・ボーイズというね、韓国語と英語と両バージョン作ったりなんかして、なんかアメリカの、まあ、バラエティなのかな、ニュース番組なのかな、なんか番組出たりしてましたね。でこれはあんまり成功しなかったです。でそもそもね、少女時代というのはそもそもがね日本にターゲットを、まあ、絞ってて、その何年か前に SES というグループが、まあ、SM エンターテインメントとしては結構ヒットした女性グループで、大ヒット曲もありますね。でその SES を日本に持っていこうとしたわけですよ。で日本でデビューしたものの、まあ、皆さん多分ご存知ないですよね。僕も知らなかったです。日本では全く話題になることもなく、早すぎたんですかね。あのいわゆる韓流ブームのまだ前ですから、ちょっとやっぱ早かったんですかね。まあ、SM エンターテインメント、まあ、イスマン会長としてはちょっとあの焦ったんですかね。それでまあ失敗しました。まあ平たく言うと失敗ですよね。でまあその再度日本をターゲットにして、日本で成功することを期して結成されたんですね。ところがその間にですね、ボアちゃんとか東方神起とかがまあ大成功しまして、実はそんな苦労することなく日本でスムースに来れたんですね。だからまあ成功はしたんですけども、少女時代で全てひっくり返してという感じにはならなかったですね。もうなんか割とスムーズにいけてしまってました。まあそれは別に悪いことではないんですけれども、まあ、日本で結構活動もしてましたね。で、あのよく言われるんですよ、その韓国のアイドル好きだっていうと、ああなるほどねと、綺麗な若い女の子が好きなねとか、あとまあ少女時代はもう日本での売りがね、もうすぐこう美脚ということで、足ですよね。で、あ、そういうのが好きなんですねと言われるんですけど、まあ、それは全然違うんですよ、私としてはね。やっぱりチームとしての統一感というんですか、少女時代なんかはすごくその一体感があるんですよ。それまでね、その前まで AKB48 も割と好きで、そんなに売れる前ですね、ヘビロテ前です。でその中でもチーム K が好きだったんですよね。でチーム K はあの秋元さやか率いる感じがありまして、まあはっきりと彼女がリーダーというわけではないですけど、そういうものがありまして、大島優子とかがまあメインになりまして、一応ダンスグループっぽい部分があったんですよね。割と統一感ありました。ところがですね、まあ、言うてもまあクオリティはそんな高くはないわけですよね。そもそもね、そうそう、 AKB48 も私なんで見るようになったかって、48というのはね、やっぱり8の倍数じゃないですか。で、ドリルなんか、マーチングですね。私ら、ブラスバンドやってて、マーチングとか京都のね立花とか有名ですよね。ああいうこともやってたわけですよ、ドリルとか。でそれは8の倍数で考えるんですよね。で48っていうか、そんな要件っていうことはまさかフォーメーションダンスじゃないよなと思って、一応見てみたら割とそれっぽいことやってて、おお、やっぱそうなのかと思った部分があったんですよね。ただまあそれは
後から考えたらクオリティはそんなに高くはなかったです。ただその人数たくさんいて、それはフォーメーションめいたことをやるというのでほうと思ったのは確かですね。それでまあ9人のダンス見てるとですね、そのやっぱりダンスってね、ダンスの上手い人を9人集めてもなかなか揃ったものにはならないんですよね。あの気持ちがやっぱ一つでないとという部分があると思うんですよ。ダンスやらないですけどね私がダンスやと思うと誰もね見ないでしょ。ダンスやらないけど、まあ、そんな気がするんですよね。でそういう姿がね、その9人のその気持ちが通い合ってて一つのものを作ろうというね。でしかも一人一人は、まあ、本人たちも言ってますけれども、あの一人一人とっても個性が結構際立ってて素晴らしいと。で9人、それが9人集まるともっとすごいものができるというような、そういう感じのことを言ってますけど、まさにその通りだと思うんですよね。一人一人の個性もないといけないけども、それが集まった時に一つの全然別のもっと大きなものを作り出せるというのが私にとっての理想のバンドの姿なんですよね。でそれでやっぱり見続けましたね、ずっとね。で今の K-POP をね支える人たちは、その少女時代を、まあ、小学校とかそういう時に見て憧れてやってる人ですよね。もう今2021年ですよね。ってことは今年の7月でデビュー14年で、10年続くアイドルとはいないわけですよ。だって4年ぐらいであれだと言われてて、で事務所との契約もね7年単位なんですよ。7年経つとそのまま契約続けるのか退社するのかっていうようなことになってくるんですよね。どういうことかというと、やっぱり7年経って会社的にやる意味がある、もう要するに収益になるということですね。そういうグループは契約更改しますけれども、そうなってないグループは解散という形になるわけですね。消滅というのか解散というのか、そんな感じになるんですよ。まあそれはね、会社も商売である以上仕方ないですよね。経費もかかるわけですよ。やっぱりなぜ人数多いわけですからね。衣装代かって9人いたら9倍かかるわけですからね。なので14年で、今やっぱりね、少女時代はグループで活動することは今ほとんどないですね。それぞれあのソロ歌手だったり女優だったり、いろんな道でみんな活躍していて、何よりね広告収入が、ね、相当大きいと思うんですよね。やっぱその企業の顔という時に、やっぱ少女時代はね抜群な影響力あるので、私が韓国いた時も、テヨンがネイチャーリパブリックのキャラクターのイメージキャラクターで、ユナはもうずっとイニスフリーやってましたね。ジェシカはバニラコかな。なんせね、化粧品のやっぱ美容って意味でね、やっぱ綺麗な女性という意味で、やっぱ女性アイドルがやっぱりイメージキャラクターを務めることが多くて、その分野においても少女時代に勝てるものはいないですね、やっぱね。今は TWICE とかね、その辺がやってると思うんですけど、当時はもう圧倒的にやっぱね、綺麗という意味ではね、少女時代でしたね。だからそれで今主な収益を得てるはずですね。あれはやっぱり相当大きな収入になるので。でまあユナはねずっと女優としてやってて、ユリもそうですかね。でテヨンはソロシンガーとして成功してますし、今でもやってますけど、なかなか会うことはないけど、たまに誰かの誕生日にみんな集まってると、こう我々はこう盛り上がるというね、そんなことです。ソウォンと言います。我々その少女時代のファンのことをね、 SOEN、 これはソウォンなんですよね。でその O を重ねてソウォンって言うんですけど、その O をハートの形に書くと完璧です。ソウォンって言うんですよね。でソウォンというのは韓国語ではこう夢とかね、希望とか、そんなホープの感じの意味になりまして、そういう意味でも語呂がいいわけですね。そのまあテヨンちゃんね32歳ということで、
今ソロシンガーとして活躍してます。やっぱり昔から言われてたのは、そのなんでこの子をグループの中に入れたんだ、もうソロとして自分やっていくだけの力あるのになんで、ね、グループにしたんだということを言う人もいましたけど、まあやっぱりグループにいて私は良かったと思いますね。なんかそのそれは実力はもちろんありましたけれども、だから OST ね、ドラマとかの歌、テーマ曲とか挿入歌とかいっぱい歌ってまして、 OST の女王と言われてますね。彼女が歌うと必ずヒットするというので、だからそういう位置にいながらグループの一員でもあるというのはね、彼女のために良かったんじゃないかと思いますね。ただあのそれにしてもソロデビューさせるのは遅すぎたように思いました。でソロデビューしたのは何年かな、それでももし5年になると思いますよ。そのデビューした時のアルバムは僕はあんまり感心しなく、まあもちろん買いましたけど、あんまりこの世界ではね、メインでそのテレビ番組で歌ったりするの、日本ではシングルにするのでシングルの曲なんですけど、僕はシングルというのはあまり作らないので、アルバム単位で活動するので、まあミニアルバムとかね、フルアルバムという言い方しますけども、活動曲はね、あんま感心しなかったな。そのアルバムの中には僕好きな曲ありましたけどね、少女時代のデビュー曲、タシマンナンセゲイントゥザニューワールドですね。これを書いた人、ケンジさんという日本に幼い頃いたことがある人で、まあ幼くして亡くなったクラスメイトの名前をペンネームにしてるというようなことをね、エピソードを聞きましたけれども、ケンジさんの曲っていうか、ケンジさんに対するその尊敬っていうのはものすごくて、やっぱりそのそういうの出るんですよね。だからその少女時代のアルバムの中にも何曲もあるんですけど、やっぱりその曲はいい曲が多いです。いい曲というか、いいトラックになっているという言い方したらいい方がいいのかな。なんか温かい感じに全部なってる気がしますね。でテヨンのアルバムにもありまして、私も実はカバー何曲かカバーしてるんですけど、それもカバーします。ロンリーナイトという曲ですけどね、いい曲ありましたね。ソロシンガーは、まあ、韓国もたくさんいますけれども、やっぱアイユとテヨンというのは桁違いにやっぱりセールスがありまして、ソロシンガーで何十万枚も初動売れるという人はね、まあいないんですよね。この2人以外はいないと思います。あの売れてても一桁違う感じですかね。アイドルグループの人たちとため張るぐらいに売れるっていうのはね、やっぱりこの2人置いていないですね。まあだから今アイドルないしアイドル出身のソロシンガーとしては双璧なんじゃないですか。まあもちろんボアちゃんとかね、まだいます。あのボアちゃんはもう業界ではもう非常に尊敬されてて、ただ年齢はねそんなに変わんないですね。あのテヨンとかとそんな変わんないです。ちょっと一つ二つ上か、下手したら同い年かぐらいですけどね。あのまだおられてコンスタントにリリースもされてますけれども、まあセールスはねそんなにテヨンとかいうほどではないですね。私ね、まあ、その、出会った時は、モジョウエスト、北山にあった時代に出会いまして、でその時、私はまあ、最初は、モジョウエストの所属アーティストとして、まあ、もっと言うと、その前に、ジョニー・オクラさんのツアーに呼ばれて参加して、でそれからまあ、ニューヨーク行って、私のアルバムを撮ってもらって、ローマで撮ってもらってというような状況ですね。でそのまま一応スタッフのような形で店も手伝ったりしてて、でバータイムとかの時に彼女たちの映像を流したりとかね、そんなしてましたね。私もそのバーのカウンターの中に入って、仕事してました。でその時はもう会社の先行きもまあね絶望的な状況で、事務所からの月給もなくなってどうするのこれっていう感じだったんですけど、そういうまあ
しばらくね、本当に音楽やめようと思って、職案って言わんのか、今。ハローワークって言うんですか？行ったりしてね。まあ仕事ないんですよね。ないけど、まあ家族もいるわけじゃないですか。だから、なんとかしないといけないけど、なんともならないというね、そういう苦しい状況の時に、まあ、彼女たちに出会って、まあ、随分勇気づけられましたね。まあ、そういうことがやっぱりね、蘇ってくるわけですよね、彼女たちのパフォーマンスを見てるとね。まあその後、店は祇園に移って、1年ぐらいはあったんかな、でもそれも長続きせず、店もなくなって、本当にね、苦しい時代がありましたね。まあ、そういう時代を支えてくれた人たちという意味ではね、本当に思い出があります。で、自分がまあね、バンドをやる立場として、あれぐらいの緊密感のある、まあ、一体感のあるパフォーマンスができたらなと思います。もう本当にそういう意味では非常に尊敬もしていますね。まだアイドルとしての名脈を保ちながらこうやってね、活動されてて、本当にいいなと思います。良かったなと思います。14年、デビューか、今年14年ですね。まあ7月だから14年で、15年ぐらいまでやるのかな、ね、今ほとんどね、少女時代まだやってますっていう意味があんまないんですけど、解散する意味も逆に言うとなくなってて、あんまりやってない。まあそういう意味では私のやってるお気楽本とか似てるのかな。解散するという意味もないし、でもお気楽本でやりますよ、またね。配信でね、全世界に届けられたらなと思います。そのお気楽本の時には、私がその少女時代から学んだものがね、出せればいいなと。ずっとやってますけどね。まあ、そういうわけでね、今日はね、緊急にそういう話をちょっとしてみました。その後ね、少女時代がまあコンスタントに、まあ、完全体と言います。メンバー全員でやることをね、完全体の活動がほぼなくなってからは、宇宙少女で、宇宙ソネオとかラブリーズとか見てます。ラブリーズはね、今年7年なんですよね。だからもうおそらくダメかなって感じですね。最近曲にも恵まれてないし、なんか私自身もなんかいまいちやなって。やっぱりね、旬っていうものがあるんですよね。しょうがないんかなと思います。あと、まあいろいろグループもありまして、やっぱりその年齢とともに変わっていくグループも多いです。まあ多いのが、アイドルやったのがどっかから急にセクシー系になったりとかね、多いです。で、少女時代も若干そういう感じの時もあったんですけど、結局行ききらなくて、まあ、それがまあ良かったなと思います。今でもだからそんなにそっち系になってないので良かったなと思います。まあ初めからもね、そっち系、セクシー系どころかもうエロ系みたいなグループもたくさんあります。まあその結局こうやってね、世界に認知されるようになって人気も得てくると、とりあえずデビューさせたりいうことも出てくるんですよね。じっくりその少女時代みたいに何年もかけて作り上げるっていうようなことをしないで、とにかく出すっていう会社も多いので、なんだこれっていうのも実はありますね。 K-POP がみんな素晴らしいかって、全然そうではないと思うけど、こういうグループがね、またね、出てきたらいいなと思います。なので今日はテヨンちゃんにおめでとうという動画でした。だから近々のライブでね、その少女時代の曲ね、何曲かカバーしてるんですけど、お届けできるかもしれません。結構ねキーも高くて難しい曲も多いんですけど、まあ G なんかはちょいちょいやってますけどね、そういう動画でした。またライブ振り返り動画、明日ぐらいに、お届けしたいと思います。とりあえず今日はテヨンちゃんおめでとうということでした。それではまた、いつも本当にありがとうございます。また
にかかりますように。トミーでした。